このように立てて並べることもできるかわいい立体的なソフトクリームを作ります。折り紙を裏返し、たくさん折り筋をつけていきます。まず全体を半分に折ります。折り筋をつけ広げます。手前を中央に折ります。折り筋をつけ、さらにこの折った部分を中央に折ります。折りやすいように向きを変えます。このこちらの端も中央に折ります。折り筋をつけ、さらにこの折った部分を中央に折ります。しっかりと折り筋をつけます。ここまで折ったら広げます。広げるとこのようにたくさんの折り筋ができています。90度回し、また同様に折り筋をつけていきます。半分に折ります。広げます。手前を中央に折ります。しっかり折り筋をつけ、さらに中央に折ります。しっかり折り筋をつけます。折りやすいように向きを変え、こちらも中央に折ります。さらにこの部分を中央に折ります。しっかりと折り筋をつけます。全体を広げます。このように縦横の折り筋がたくさんできています。この右から1、2、3本目の折り筋、ここで右側をこのように折ります。さらに1、2、この折り筋でこのように山折りし、しっかりと折り筋をつけておきます。さらにこの横の折り筋で全て山折りの折り筋にしていきます。親指の爪を使って擦るように、折り筋をつけていきます。そうするとこのようにぐるりと一周する形になります。この2ブロック分をここに差し込みます。
このように差し込みます。2ブロック分をこのように差し込みます。そうすると六角形の六角柱の形ができます。白い方を上に上げて、ここにクリームを作っていきます。まず端のこの四角を半分に折ります。このように半分に折ります。ここも半分に、ここは三角になる感じです。どんどん半分に折っていきます。このように半分に折ったら、今度は半分に折って向こう側に少し倒し、この部分折り筋をつけます。半分に折った状態で向こう側に倒し、ここに折り筋、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 ここも半分に折った状態で向こう側に倒し、ここに折り筋、そうすると全体的にこのようにねじれてきます。一旦上はこの状態で置き、今度は下です。下のコーンの部分を作ります。コーンの部分はこのきれいな面を表にして、この横2つを潰します。横2つの一番手前の部分をこのように潰します。このように、さらに一つ置いて、こことここも潰します。このように裏と表は平らで、その横を2箇所ずつ潰す感じです。そしてこの部分へこんでしまっているので、アイスの棒などを入れてこのように
膨らませます。このような形を作ります。そしてこの部分、角が出ているので、この角を折ります。45度折ります。正面から見て折った部分が見えないように、こちら側はこのように左の方に折ります。このように角を折っていきます。このように角を折ります。あとは形を整えて、これでソフトクリームの完成です。このように机に立てることもできます。ぜひ作ってみてください。